秀吉ですども、皆さん筋トレしてますか？筋トレしてますか？はい、ごめんなさい。筋トレはむちゃくちゃ大事。どうも秀吉ですども、いや筋トレした方がいい。はい、男はどこに筋トレした方がいい。はい、ということでですね、今日はですね、皆さんこう、あのイントラみたいに綺麗なフォームでこう滑りたいなと思うと思うんですけれども、はい、あのインスタグラムみたいなこうね綺麗なフォームで、はい、あのナチュラルのフォームで、滑りたいなと思うと思うんですけれども、でよくですね、今日のテーマは綺麗な方、綺麗な風な感じで滑れるような、な何言ってんだろうな。今日は綺麗に見える滑り方というテーマでいきたいと思います。綺麗に見える滑り方ですね。あの見た目がこうなんかもう基本的な綺麗な感じの滑り方、インストラクターが滑ってるような感じの滑り方で、よくあるのがですね、あのヒールサイドがこう来るじゃない、ヒールサイド、はい、ヒールサイド終わりました。でこのままこう行く人が結構いるんです。あ、割とカービングがまあまあそこそこできるようになりました。いいカービングがそこそこできるようになりました。このままこういう感じでこう行ってる人が割とこういるなというのが結構気になるんですけれども、普段これこの状態でヒールでこう行く基本姿勢がニュートラルがこの辺、ニュートラルがこの辺なんですよね。ニュートラルがこの辺、これは あんまりとかよろしくない感じでございます。よろしくない、ニュートラルが。あの僕の別動画でもやってるんですけども、ニュートラルこんな感じで、ニュートラルゼロの状態なんですけれども、ニュートラルの基本姿勢がこういう状態で、このままこういっちゃってると、こう切り替えの時に綺麗に見えにくい、綺麗に見れない。特にあのヒール終わってフロント行く時にこの状態でニュートラルがこういう状態で、こっちこう切り替えますと、フロントはここ重要ポイントです。フロントサイドは一旦こうニュートラルにするような感じというか、一旦ゼロにするような意識を初め持つといいです。こうなってても一旦ふっとこのままね、こう いっちゃいたい気持ちは分かります、分かるんですけど、こうではなくてこうなってて一旦こういう感じですね。横から見ますとこうじゃなくて、フロントは2はこういう感じになります。これがすごく重要です。この状態、これができてないと、この切り替えの時にこれだと、これですと、これあの切り替えのこの一連の動作の時に、あの綺麗な見た目の綺麗なナチュラルな感じには見えにくいです。でやっぱりヒールを終わったら一旦リセットする、この時に、別動画でも言ってるんですけども、リセットする時にこうリセットする、こうリセットします。リセットした時にちゃんとこう前から捉える、こうなって前から捉える、やはり正面から見るとこうなってこうじゃなくてこう、こっちなのでこっちに立ち上がる、ここですとこっちに立ち上がる、こういう感じでこう
じゃない、このままこう姿勢をこう切り替えない、これからこういく、でここで前でちゃんと捉える、これが、この切り替えができるようになると見た目かなり綺麗に見えます。これが重要です。見た目綺麗っても重要見た目綺麗重要、はい、見た目フォームがこうヒール終わりました、こうじゃなくてこういう感じですね。この結構こういう人が多いので、このままこういくがち、こういう人は結構割と多いので、これはですね、このニュートラル切り替えのゼロの状態をしっかりリセットを一回意識してみてください。しっかりこう意識して、そうすると切り替えが綺麗に見えます。滑りのこう一連の流れが綺麗に見えます。これがすごく重要ですので、はい、やってみてください。あ、また息切れだこんなで息切れ、はい、やってみてください。これすごく重要ですので、ヒールで切り替える時にこうリセットする、リセットして切り替えという、はいですね、はい、ヒール終わってリセットで、前からキュッと捉えて、はい、でスーッと入っていく、この状態でニュートラルは、ニュートラルはこうじゃない、このままこうでいかない、はい、これが重要ポイントですね。こう切り替えの意識をしてみてください。これはトゥートゥー、ヒールからトゥーの時の切り替えですね、はい、このニュートラルのこれは意外とこういう人、このままこうって入っていく人が結構いるかなと思いますので、見てみてまして、はい、この辺を意識してみると、すごくこうこれでもね、綺麗になります。綺麗にこう、はい、見れますので、ですね、綺麗になりますので意識してみてください、はい、というね、こう見た目が綺麗に見えるそう滑り方というとテーマでちょっとお話してみました。見た目のね、こう綺麗さ、ナチュラルさっていうのも大事だと思います、はい、何気にこうなんとなくこう滑っててもこうね、普通にこう綺麗にこうね、綺麗に、はい、綺麗にかっこよく綺麗にかっこよくっていうのもすごく大事ですので、これを意識してみると、フロントは一旦ちょっとリセットね、フッと一旦こうニュートラル、ちゃんとゼロの状態を作るっていうこうね、はい、僕の言うこの違う動画にくの字、ね、懐こうね、ちゃんと立ち上がってこうつま先からキュッと捉える、ね、これがすごく重要になります。そうするとこう綺麗な切り替えができるかなと思いますので、意識してみてください、はい、というね、今日は見た目が綺麗に見える切り替えといいますか、こう見た目が綺麗に見える滑り方のちょっとワンポイントアドバイスでございました。ご参考してみてください。この、ね、切り替えをちょっと意識してみてください。こうね、はい、このままいかないとというところがね、ポイントになりますので、はい、ですね、ツイッターもですね、サボリーマン秀吉部長でね、ツイッターしておりますんで、はい、いろいろね、スノーボードやバイク以外のね、ツイッターもしておりますんで、よかったら覗いてみてください。息切れが。僕ね、いつも動画を見てくださる方、どうもいつもありがとうございます。はい、はい、よかったらいいねもどうも、よろしくお願いいたします。はい、励みになります。今日もどうもありがとうございました。